ございます。二月十日土曜日、今週もウィンウィン始まりました。はい。二月十日、はい、語呂合わせで。ニットの日、ですね。来て,ね来てるよ。来てるよ。やっぱ寒い時期はさ。うん、温まりたいですよね。<っ>はい。はい、じゃあ、ぜひ温まるエピソード、よろしくお願いします。<laughs> 雑談の発言。<laughs> じゃあ、お願いします。雑ですね。<laughs> 新しい現場とかに入ると、うん、結構ピリついた空気感。 が漂ってたりとかするじゃないですか、ね、最初はねちょっとドキドキしちゃう,、ね、そ,う,そ,うそういう時に場を温めようとしがちですあさっきが,自分が、ねうん、私無意識でなんかあそうですかあこうですよねあ何々さ今日のお飯あ綺麗ですねとかってやってるとマネージャーがさっきさんうるさい静かにしてえ <laughs> 別ない言われるそれってもうすでに温まってる現場なんじゃないです静かにしてって言われるってことは違ういやむしろそういう現場なんじゃないですか静かにいる現場なんあ、かもしれないねぞっとして心が冷やっとす寒い寒い他に温まる温まる水をお願いしますすいませんいいですか私は常に懐を温めたいですけれどもですよ。それでの安心感は欲しいけれども別として言うとすれ ば、車に乗った時に、寒い日に、車に乗った時に、車のシートがあったかくなってると。なんて思いやりの、ある人なんだって感動しちゃう。うん、気遣いができる方、うん。という素晴らしい,らしい、ね。車のシートは暖かい方がいいです。<laughs> よろしくお願い,いします。ます私これ、あの夏場にされたことがあって。<laughs> いや、暑いな。いや、<laughs> 暑い、暑いって言って、リアクション待ちだった。暑かった <laughs> ちょっと嫌がらせだったかもしれない最近のリアクションが見たかったのかもしれない絶対だって芸人並みのリアクションしてくるはずだからここで載せてゃダメそれを私タレントです一応芸人ではありませんそうねまあ私も振ったから一応言うんだけど私は今温めたいのはクワガタですあああのクワガタさんはい私去年の夏からずっとクワガタのお話してますねクワガタを買いましたよとどう ちゃんと生きてますそれはそ <laughs> そゃそうだよちゃんと生きてます <laughs> <laughs> 冬って冬眠するんだよねクワガタって昆虫なんかね隠れがちって聞くけど割と割と元気に表にいるんですけれどうちのクワガタさんたちを今年あったかいしさ比較的それもあるのかないやわかんないけどどうだろう全然元気なんだけど一応まあねあの寒い時期もあったりするからこう温めてあげないななんて一応思っておりますよなるほど子供が生まれたら幼虫も温めないそうですねねから生まれる可能性もあるのでね一応虫苦手なんです。 ですよ。じゃ <laughs> なんでってな楽しなんですけれどもね、子供たちのため。そう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 。はいうん、はい。結局私がずっと餌を与えております。<laughs> はい子供たちは全くいておりません。<laughs> クワガタネタ結構ウィーンで3回ぐらい言ってるから <laughs> 本当に <laughs> 今日のあのテーマ決まったんじゃないですか。<laughs> ことあるごとにクワガタで、はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで。 今日も温めていきますか。はい、もう十分今暖かくなりました。はい、頼み、はいね、ましょう。はい、その最初のコーナーです。はい、グルメナビです。こっこちゃん。よろしく。今日ご紹介するのは、本場の味を楽しめる韓国料理屋さん。ということで、今日は気分を高めて、美味しいお料理を紹介していきます。それでは、行ってきます。グルメナビ。今回紹介するのは、那覇市祖べに店を構える。 韓国料理チング屋大きなガジュマルが目印一昨年に裁判所通りの日側から現在のこの場所に移転しました店には至る所にハングル文字が韓国人の店主キムさんに伺いますあこっちは数字ですね。 ボーとか数字とかやるときは読み方が全部違うですで、こっちは文字ですね食べながら勉強しながらやりますので勉強したい人は来てください無料でしますので本格的な韓国料理が評判のチング屋そのラインナップを見てみるとさまざまな食材を使った麺料理 鍋料理焼肉など幅広いメニューを提供今回は寒い時期にうってつけの鍋料理を紹介です韓国の本場の味が楽しめるというお店で最初にいただくのがこちらキムさんおすすめのユッケジャンもうこのぐつぐつ感ですよね韓国料理といえばこのグツグツ感想像しちゃいますよね。 中にはこの牛肉そしてゼンマイでもやしそして白ネギが入ってますもういい香りもしますしやっぱ結構赤みがあるので辛そうな雰囲気が私辛いの大好きなんでちょっとワクワクしますスープは赤くしっかり辛みがあるというユッケジャン韓国の唐辛子を入れていて通好みの味わいに仕上げていますわ 熱そうでいいですねいただきますお肉も大きくカットされてますようまみがすごいこのお肉のうまみお肉からも出るしこのスープからもすごいお肉のうまみが感じられてとても美味しいです焼肉にも使う部位みすじを使っているそうで 文句なしの美味しさチングやオリジナルのタレを使ったスープ辛さの中に旨味がありますこれゆけじゃんするときはもうタレのちょコって入れるですんで普通のコチュジャンだけじゃなくて味が出る感じでしますんですごく美味しいなんか本当とお米が食べたくなっちゃう 結構辛めで美味しいです、うん、辛い辛いと言いながらどんどん食べ進めてしまう病みつきメニューです今のこのやっぱ寒い時期に食べると本当体も温まるしなんかもう元気が出てくるので本当ぴったりな料理だなって思います続いても 熱々メニュー海鮮スンドゥブスンドゥブとは豆腐を使った鍋料理それに貝類など海鮮を入れたうまみたっぷりメニューですこの中の具材もすごいやっぱ豆腐メインの豆腐にハマグリそしてムール貝こういうなんか貝だったり魚介がたっぷり入ってるっていうのも嬉しいですよね。 まずは味の染みた豆腐鍋に入れた豆腐ってついつい食べてしまいますよねではいただきますお湯気熱々ですよはい香り、うん、出汁がいい海鮮の出汁がしっかり出てて美味しいのと、ね、辛さもあるんですけど 私的には思ってたよりもなん,か旨辛なんか辛いっていうよりもうまさと辛みっていう感じですごくなんかご飯と食べてばっちりになります卵も乗ってるので自分の好きな感じで辛さも調整できるっていうのがすごいいいなって思いますハマグリも大きいです見えますかすごいうん最高 ランチメニューの多くはごはんキムチがついています鍋もおいしいのですが店主キムさんが作るキムチも絶品白菜がよーく漬け込まれています味わってみてくださいアラカルトメニューのチヂミも人気定番韓国料理ですがチングヤのチヂミは一味違います 中に具材が全然入ってないですよくあるチヂミはニラや人参などが入っていますがこのチヂミには具材は入っていませんキムチのタレを加えた生地を焼いて作っていてシンプルですがお客さんを虜りこにするこだわりが詰まっていますうん生地のこの美味しさ なんかキムチのほんのりした出汁タレの風味っていうのでなんかそれだけでとっても美味しいし食感もなんかもちっとしててカリッとしてる食感がとても美味しいですキムチ風味がする出汁が効いた味わいそれに絶妙なパリもち感これがチングヤのチヂミタレには 特製の梅シロップを加えていてこちらも忘れられない美味しさです食べればわかる美味しさこれは外せません友達の家という意味の店名チング屋本場韓国料理を気軽に楽しめる韓流食堂ぜひ覗いてみてください。 シングヤは au ペイが使えますお得にポイカツしてみてはいかがですかわあ、もう映像を見てるだけで温まりましたいいねあのグツグツ感のスンドゥブだったりとか、うん、縮みの概念ちょっと覆されましたそうだね、うん、シンプルだったよねそう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 超美味しかったってサル、うん、さん言ってたから食べたい食べたいなぁ湿気っと美味しそうでした <laughs> ぜひ皆さんもチェックしてみてください さあ続いてはホテルセレクションですさくらちゃんよろしくーはーい皆さん見てください綺麗な海が後ろに広がっています今私はですねご紹介する施設にお邪魔しているんですけれども今回はこちらで贅沢なお料理を味わってマッサージ体験もできるそうです今回はたくさん堪能したいと思います ホテルセレクション今回は南城市にあるクリスタルビラ南城を紹介海を眺めながらプライベートな時間が過ごせるビラですクリスタルビラ南城は南城市の地念にございます飲食店などの観光スポットが多数あり歴史散策にもおすすめです海岸近くに4棟の貸切ビラを営業しており プライベートプールの着いた棟や、大人数でもお過ごしいただける棟がございまして、年齢問わずお楽しみいただけます。今回は人気の D 棟にお邪魔します。はあ、すごい。めっちゃ広いですよ。リゾート感満載ですね。贅沢だな。あ、こちらには。 キキッッチチンンンがあります。すカウンターキッチンですよ、皆さんここで会話しながらお料理も楽しめそうですね玄関を入るとキッチンスペース長期滞在の方も自炊できるよう食器や調理器具などを完備家電は洗練されたデザインのバルミューダ製料理も楽しめそうですね はあ、皆さん見てください、ここ、ここ、ここ、きれいな海広がってますね。いやーきれいですねお部屋からは、月見島、久高島が見え、パワースポットとして人気の久高島から登る朝日を見るのもおすすめです。のの特徴はそのロケーション それにプライベートプールやテラススペースプールサイドでバーベキューなんて盛り上がりそうですねベッドルームは自分の家のようにくつろげそう他にも嬉しいポイントが盛りだくさんです女性用アメニティとしてポーラ最高峰ブランド BA のベーシックケアをご用意させていただいており。 またバスルームのシャワーヘッドにはミラブルゼロを取り付けております。とを変わってこちらは A 棟広く大きな窓から望む景色も他にはないもの定員14名ということでベッドルームがいくつもあります。 3階建ての一番上はルルーーフバルコニーいろいろな楽しみ方ができそうこちらのビラではお得なプランを用意リラックスからご予約ください部屋で行えるやちむんセラピーも好評さくらちゃんも体験 これからヤチムンセラピーを体験したいと思います中村さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますヤチムンセラピーってあの、はい、どういったセラピーでしょうかはい、こちらにあります沖縄の伝統工芸のヤチムンを使った温熱療法となっておりますはい。まずはセラピー用のオイルを塗ります いい香りが気持ちを徐々にほぐしてくれます。はい、じゃこの後温熱療法を行っていきます。熱も、はい、当てていきます。はい、あすごい。あ、感じていただけますか。温かさがはい背中にじわーって伝わりますね、はいあ。ありがとうございます。陶器の底を滑らかな デザインにしているので滑りがとてもよくって赤土を使った陶器になるのであの土の中にたくさんのミネラルも含まれていてそれが熱を伝わることで筋肉の深部までコリをほぐすことが可能になってます。じじわじわと背中ががかかくくなっていくのが分かります。 やチムーにお湯を入れることで、40度以上の温度でセラピーを施すことができます。月灯の香りも感じられるんですけれども。あ,ありがとうございます。かす、はい、かに檜とシークアサーもブレンドされて、はい、とても月灯の香りと相性のいい精油になってますね。 海を見ながらのーセラピーこの上なく癒される時間です続いては食事豪華な料理が並びましたこちらのビラではおいしいフードもデリバリーすることができますタコスやピザタコライスにケサディア どれも本格的な製法でこだわりの料理まずはおすすめのビリアタコスをいただきますカリフォルニアの方では一番もう流行っているタコスでして基本のベースは牛肉のベースでしてスープがあるんですけどそのスープにつけながら食べるっていうのが今大人気です。 ビリアとはメキシコ発祥の牛肉料理スパイスと一緒にマリネした牛肉をしっかりと煮込み作りますうんうーんおいしいいや本当に牛肉がもうほろほろと柔らかくてすごくおいしいです独特な味わいですが 海外で人気というのも納得のおいしさ沖縄でもトレンドが来るかもしれませんねメキシコ料理が並ぶ中魚をサンドした料理が気になりますこちらはちょっと開けますよサバがもう大胆にドカーンとサンドに挟まれています。 発祥はトルコの料理なんですけどもトルコ料理をキューバにキューバサンドという料理がありましてそこでをミックスさせた料理になります香ばしい味わいのパンに挟んだオリジナルサバサンドその美味しさはいかがですかうーんあ,あ美味しいサバの旨味が 本当ににに靴の中にダイレクトに広がって和食のイメージがサバはあったんですけれどもこうやってサンドしていただくのもおいしいんだなと思いました油の少ないサバを使っていてさっぱり食べられる一品こちらも食べてみたい贅沢な時間が過ごせるクリスタルヴィラン南城。 旅の計画を立てて出かけたいですね。リラックスで販売中の対象プランから予約のお客様に、リラックスオリジナルパンフレットをプレゼントしています。スマホで撮った写真を、南城市観光協会でチェキプリントにしてもらえます。ぜひご利用ください。今週の衣装協力は、ロデオクラウンズワイドボールです。 アメカジ古着のようなグラフィックロゴがヴィンテージライクなスス。ウェッットトのトップスシャツやハイネックをレイヤードして着こなすのもおすすめボトムには同系色のピンクのスウェットスカートを合わせキュートな印象にカラフルでポップな花柄のカーディガンは軽くて着心地抜群前後 2way 着こなせるのでその日の気分でコーディネートを楽しめます ボトムにはミントカラーをチョイスハイウエストのガチャベルト付きカーゴパンツで新鮮な印象を与えてくれますよスウェット素材に異素材をドッキングしたフード付きワンピースです裾のア足メギャザーのデザインがカジュアルに甘さをプラスしてくれます羽織にはハンドメイクライクな風合いと配色のメロウデザインがポイントにいやこの間さ長男1年生の なんと授業参観がありましてあ授業参加そう初めて参加したんだけれども、うん、授業参加で小学生かからしかなないいじゃ私初めて行ったんだけどなんか後ろから子どもたちをこう見守る感じの視線ってさ親になってから初めて気づいたからあ,<ー>あなんかお母さんたちもこんなふうに見てくれてたのかなと思ったらすごく胸が熱くなったんだけれども、うん、授業のテーマが「まるまる名人で」でうちの息子はお父さん名人にしてたんですお父さんんのの名人でやってたんだけどうちの息子は お父さんは上履き名人ですお父さんは上履きを上手に洗うことができます <laughs> 僕も上手に洗えるようになりたいです <laughs> って言ってたのすごいでしょすごいんだけどこれ何がすごいって上履き洗ってるの私なんだよ <laughs> いやいや 確かに数回あるよ。確かにある。パンバカある時もあります。はい、はい、はい。もうずっこうってやりたかったけど。その時にお父さんも言ってた。いたいたいた。いたいた。は喜んでいた。はい。私の顔すごい引きつってたけど。いいと思う。でも全然いいと思う。いいと思う。やっぱ授業参観面白いなと思って。私も。あの、姪っ子の授業参観に行きたいから行かせてくれって言って人数制限されてたんだけど。お姉ちゃんたち仕事で行けないタイミングだったし。 って言ってまあ楽しくてで姪っ子がちょっとやっぱ緊張してるわけよちゃんとしなきゃみたいなあるよねいつもの親ともまた違うおばが来たぞみたいなでみんなに「誰誰?」って聞かれてて「私見覚えないから急に来てびっくりしたよね」みたいな話とかしてすっごい楽しかったんだけど。 うちの母もったんですよねっていうのもあの当時自営業していてうもう毎日忙しくしてて、うん、で授業参観の日程とかももうあえてお母さん忙しいだろうなと思って私伝えてなかったんですうわそなんだうでいざ当日あの、まあ、授業も後半に差し掛かって「きロろろさんの未来を歌うことになった、うんですよ。で、うん、私もねあお母さんいてくれたらなと思ってたその時にガラッてドアが開いて、うん、うちの母が「すいません しくって、<う>わあ、お母さんって思って。すいません、すいません、って普通、後ろに並ぶじゃないですか。うん、うちの母、私の席に座って。<laughs> 前、前でしょ前<の>、前 <laughs>。一番前だったの、席がね。いいね。<laughs> とい <laughs> うか <laughs> もうなんかツッコみつつ笑いつつきつつっていうもうそしたらもうまんまで歌われた際にはもうみんな <laughs> <laughs> っていうこの空気。<laughs> え、<laughs> お母さんも歌ったの？一緒に未来。<laughs> <laughs> 最高。<laughs> 泣きながら歌ってると前で。最高。でもやっぱいいですね。授業参加ってね。ね、本当にね。そうそうやっぱ嬉しかったよね。うん、毎回は来れないけれどもたまに来てくれるね感じ。私は双子だったんでさ、うん、あのー、両方行かなきゃいけなくて、申し訳なかっかもうどっちかに行くしかないのよ。 あっちがちょっと長かったらちょっとこっちはやきもち焼いてみたりとかあったからねなるほどいやでもなんかやっぱそれも込みで歩んでいくこの思い出だったりとか成長過程ですかねいいんじゃないでしょうか春に向かって楽しんでいきましためっちゃ暑いということで今週もお付き合いいただきましてありがとうございました素敵な週末を過ごしてください来週も情報満載でお送りします Bye-bye!